ボルハ・フェルナンデス・フェルナンデスは、スペイン・ガリシア州、オーレンセ出身の元プロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2000年からレアル・マドリード・カスティージャに所属した。2001年に一度トップチームに昇格したものの、出番がなく、カスティージャでプレーを続けたが、2003年に再び、トップチームのレアル・マドリードに昇格し、9月2日の、ビジャレアル CF で、 トップチームデビューを果たした。しかし出番は少なく、2005年に RCD マヨルカにレンタル移籍した。2006年にレアルバリアドリードへ完全移籍した。ここでリーガ初得点を決めている。2010年、レアルバリアドリードとの契約満了により下手フェシー F に移籍した。2011年8月23日、リーガアデランテのデポルティ・ボラ・コルーニャに期限付き移籍し、 一年でのリーガビビビ復帰に貢献した。2014年7月3日、インディアンスーパーリーグのアトレティコでコルカタに加入、ISL 初代王者の一員となった。ISL 閉幕後の12月31日、リーガビビビの SD エイバルとシーズン終了までの契約で移籍した。2015年後半はアトレティココルカタで再びプレー。翌年1月25日、 レアルバヤドリードに復帰した。2019年5月17日、現役を引退した。その直後の5月28日、八百町に関わったとして逮捕されたと報じられた。ありがとうございます。